れは日和の記憶を閉じ込めてる弾だ。捨ておけ、ヤトガミ。それはもう声も発さぬ心も持たぬ器、ただの肉塊だ。黙れ。石器。感謝するぞ、ルシフェル。ようやくこの姿に戻ることができた。魔王サタン。これは僕も全力を出さないとダメかな。あ、ごめん。あれ。おめえも悪魔大元帥なら潔く覚悟を決めろ。あ、食いしばれ。右、防御頼む。すごい。287機のレオーリオだ。そこのジンって人に聞きたいことがある。あれな、ゴンの親父。なぜゴンのところへ行ってやらねえ。あいつが今どんな状態か知ってるだろう。はい、それでは答えていただきましょう。まずお前、ゴンのなんだ。バチだ。そうか、世話になってるな。これからもよろしく頼む。以上だ。ゴンのところに行ってやれよ。おめえみてえな仲間があいつには何人かいると聞いている。それで十分だと言っている。ゴンがどれだけあんたに会いたがってるか分かって言ってんのか。あいつが自分から来てほしいとでも言ったのか。言える状態じゃ、このクソ野郎。ここは何だ。
地獄にいる。何が私のあの攻撃をあしらえる能力者なんて。ああ、そんなもののためにあの子を殺したのか。何してやがんだ。